これは？なんだこいつ？接触、あー、オッケーオッケー、仲間にします。ここから出たと、オッケー。じゃあ一番前目指して、最前列、最前列を目指して、あっと、装備してない？幽霊装備してない。はい。あ、幽霊怖これ。怖い。普通に怖いんですけど、これ。あ、装備とかは変えられないとな。完全にスポット参戦みたいな感じですけど、これ確か、変化、あ、やっぱり変化するんだよな、これな。ゴースト。まあ、できれば、あんまり、あれですね。演歌ってか戦いたくないな、これ。よし。エンゼル・ウィスパー・クラウド。はい、まさかのセブンの主人公がここで登場みたいな。はい、クラウドさん。オッケー。だいぶ見てくれ変わりましたけどね、クラウドさんね。よし、ちょっとこいつらかわして行こう。よし。結構どうだったかな？僕の記憶だと結構ね、長かった記憶あるんですよ。何両ぐらいあったかな？結構ね、時間かかったと思います。一番前の車両に着くまで。どうだったっけかな？ OK、OK。よし、ちょっと通してくれ。くっ、よいしょ。この辺までは割とサクサク進めるんですが、どうでしょうか。わあ、ほんと全体攻撃が欲しいっすね。オッケーオッケー。そういう意味では、あれかな、ティナの部隊の方が楽なのかな。全体攻撃できるし、回復手段もまあ一応あるからね。ちょっと、ああ、通してくれー。なんだこれは。大混雑です、これ。たまごっちの発売日みたいな。わあ、これ、あれ？前に行けないぞ、これ。ちょっと待て、これ。あ、外から行くのかな？グラビデ。危ない。グラビデってちょっと厄介なんすよね。よし。ちょっと、通してくれ。うわ。東京とかね、ほんと、こんな感じなんでしょうね。おっと？誰だ、お前は。なんだ、君は一体。逃がさん。うわ、怖い。怖い。僕は田舎者なので、こういうね、ゴミゴミした、ごちゃごちゃしたところ、ほんと、苦手です。はあ、はあ、何だったんだ、一体。逃がさん。うーわ、怖ー、これ。にうーわ、いっぱい来てるんじゃない、これ。こっちから聞こえてくるぞ。うーわ、やばー。ゲー、追ってきやがった。さすがのマッシュも、怖いのかな、こっちにも。逃がすな、逃がすな。逃がすな。うーわー、怖。逃がすな。やばい。取り込まれちまうぞ、これ。まだ行きたい。生き続けたい。しつこい奴らめ。どうすんの、これ。行き止まりでござる。飛ぶんだよ。よし。何かいい考えでも？おうよ。今こそ修行の成果を見せるとき、来い、開演。うわー、また原始的な。すげえジャンプ力。オッケーオッケー。ほんで？ニガーさん。うわー、来てる来てる。おい、もしかして？来てます。しつこい奴らめ。後ろの車両を切り離さなくては。後ろの車両を切り離す。これか？はい。これでどうでしょうか。
オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。これならもう追ってこられないな。え？え、で、どうすんのこれ。え？え？ちょっと待って、どうやってあの左の方に行くの？あー、オッケー、オッケー、オッケー。なんだよ、至って原始的。至って原始的でした。オーバーソウル、これまた。なんか口から吐いてるな、気持ち悪い。すげえ、犬大活躍だよ、これもう。めちゃくちゃ強え。ちょっと待ってくれ。犬めちゃくちゃ強いんですけど。よいしょ、セーブしよう。ちょっとね、まめにセーブします。機材トラブルね、何あるかわかんないから。オッケーオッケー。よしよし。さあ、どうでしょう。だいぶ、今のでもあれだよね。マッシュの、個人技でさ、だいぶ、前の車両に、こう、なんていうの、来たんじゃない？あとどんぐらいかな。結構、長かった記憶あるんだよな。マレーシアって、どうだったっけかな。OK。よし。いや、でもこれさ、幽霊これ一人いるかいないかでもまだちょっと違うんじゃない？今のもいなかったらね、倒しきれなかったもんね。これは？飯だ飯だ、山ほど持ってこい。え、マジで？こんな食って大丈夫なのこれ。こんなもの食べれば大丈夫なのでござろうか。だよな、心配なのか。まあいいんじゃないの、腹が減っては戦はできんよ。いいのか。うーむ、拙者どうもこういう話は苦手でござるよ、まったく。はい、うまいのかな。もぐもぐもぐ。おお、いいじゃない。へえへえですね、これね。あ、なんか腹減ってきたな。さて、たらふく食ったし、行くとするか。で、こっちは、バトルなるかな？あ、違う。ご注文はテーブルにて。まあ、ここ、なんかさっぱりしてんな、これ。それはそれ、これはこれって感じなんすかね。飯は飯みたいな。イヤリング。イヤリングって何だったっけ？魔法系の、あ、魔法の威力がアップするイヤリング。二つつけるとさらに、あ、オッケーオッケーオッケー。これを魔法キャラにつけよう。ティナかな？ティナにつけときゃいいのかな？こっちは何でしょうか？ボム、クラウド。はい、ボム。ボムって、これ、爆発したりするんだっけか？大丈夫？うーわ、めちゃくちゃ効いた！やばくない？めちゃくちゃ効いたぜ。ちょっとあんなのまともに何発も食らってられないっすよね。よいしょ。これはなんだ？はい。ちょいと待ちな、男の声。はい。ジークフリード。あ、こんなやついたな、そういえば。俺様は世界一の剣士、ジークフリード。そこにあるお宝は俺様のもんだ。さあ、ジジイと筋肉だるまは帰った帰った。はい、世界一の剣士様、そっちこそ怪我しないうちに帰りな。何、筋肉だるまの分際で俺様の剣のサビにしてくれる。こんなやついたね。これ、もう、確かさ、ネタキャラじゃなかったっけ。コアッパども。うりゃ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 。はい、あ、やっぱネタキャラですわ、これ。うわー、いったー、これ。うわー。なんかあの、5のギルガメッシュ的な立ち位置にしたかったんですかね。どうなんですかね。口ほどにもないやつだな。くそ。しかし、最後に笑うのはこの俺だ。あ、なんかも出た。ふははは。このお宝を俺様がいただくぜ。アディオス、アミゴ。はい。
また茶番だよ。茶番多すぎだな、これ。むしろ。まあでもそれがまた楽しいんですけどね。これなんもない。エンゼル・ウィスパ。オッケー。いや、なんか、あれだな。あんまり経験値多くもらえないですよね、この辺の敵。ボム。まあ一体だったら、うわーやばい、うわー行ってしまった、行ってしまった、これ強いよ、ちょっとボム強くね、よいしょ、ちょっとポーション使えるだけ使っとこう、ここハイポーション、あーハイポーションはちょっと節約、これは、あ、またなんもない。結構小部屋用意されてるね。列車の止め方ですか？あ、これはさっき聞いた。お、お、お、なんかいっぱいあるよ。フェニックス、スナイパーアイ。フェニックスの宝箱の中にモンスターが。はい。こ、ん？亡霊？うわ、怖い。うわ、めちゃくちゃ強え。稲妻。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、めちゃくちゃ強くね？いや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 、フェニックスのもらった意味、意味ねえし。OK 吸収。うーわ、嘘だろこれ。ちょっとめちゃくちゃ強くないっすかこいつ、嘘でしょマジで倒しきれないかな、倒しきれません、いやー強い、ダメだ、うわー亡霊死んだ、亡霊が死ぬって、ちょっと待て、ちょっと待て、フェニックスの重さこれすぐなくなっちゃうよ、これいやーちょっと待ってくれ、おーナイスだナイスだかばってかわすみたいな新たな境地、手裏剣くらえ、オッケー、犬来た、お前だけが頼りなんだよ犬、よしよしよし、お犬様様だ、お犬様様、ちょっと待って、入手したアイテム、スナイパーアイ、敵の動きを正確に捉えるスコープ、物理攻撃が可能、ああいいね、いいっすね、あとは、あと何だったっけ、あれ、あこれか、ハイパーリスト、手首を強化するための腕を装備する、ああいいじゃない、いいじゃない、ちょっとこれマッシュとかに装備させればいいんじゃない、力めちゃくちゃ上がるなこれ、これ攻撃力も上がってんのかね、いや攻撃力自体は上がってないな、まあでもなんか力依存のなんかあるんでしょうね、攻撃とか、よし、あ、そうそう、物理攻撃が必ず当たるやつとかもなかなか、いやでもこの辺なちょっとあんまり外したくないね、まあいいや、このまま行こう、いやでも今の強かったっすね、なかなか、ちょっとお犬様が出てこなかったらやばかったっすよ、かなりおいおい、 OK、 かなりやばかったっすよ、さあもう結構来たんじゃないのか、まだか、あーセーブポイントってことは近いんじゃない、一番前近いんじゃない、あ、あ、あ、来た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 、よし
ここは機関車の制御室か。早く列車を止めないと。どうだっけ、これだよな。確かこういう感じだったっけか。あれ違う、どうだったっけ。あれあれどうでしたっけか。あれこうだったと思ったけど違ったっけ。あれ、わからん。いろいろいじればわかるよみたいな。あ、あった。何何、機関車を止めるには第1第3番圧力弁を止め、煙突の横にある。あ、オッケーオッケーオッケー。だからはじめこういう状態だから、これとこれで、あとは煙突に行けとな。オッケーオッケー。ちょっとボムはね嫌だから火炎がね、うーわうわ、よりによって全体攻撃。ちょっとねボム嫌っすよなかなかこれ。あ、ポーション2つある。これも使っといて。おいおいおい、よし、このスイッチを押せば列車は止まるはずだ。オッケー。私の走行を邪魔するのはお前たちか。喋った。列車が喋った。まあ、列車。ちなみになんですけど、こいつ、フェニックスのを投げれば、確か一撃、じゃなかったっけ？確か。なんですけど、ちょっと、できるだけ自力で、倒す方向でいきます。せっかくなんで。あ、ちょっと必殺剣空でも大丈夫かな。攻撃飛んでくるとも限らないしな。三星雨、これやばいんじゃなかったっけ。うわーやべえ、重い。ちょっと待って、マッシュを回復。よし、うわー重い。来た来た来た、よし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 。ちょうど必殺剣のあのカウンターが発動して倒してくれました。オッケーオッケー。ちょっとねフェニックスのがだいぶ貴重なので、今現段階では使わずに自力で倒しました。お前たちは下ろしてやろう。だがその前にやらねばならぬことがある。はい、何をやるんだい、何を。ああ、いいっすね、このいいよねこの音。今こういうね汽車ってないもんな。電車ですもんね。うん、ああ、いいわ、癒されるわ。着いたようでござる。オッケー、さっさと降りようぜこんなところ。やらやら、やっと降りられたぜ。誰のせいでこうなったと思ってんだよお前。こんな列車と早いとこおさらばしようぜ。はい、むむむむ。ああ、死んだ人たちだねこれね。はい、あれは、みんな、シュン。奥さんと子供が。カイエン、お前の奥さんと息子さんか。はい。だってしょうがねえじゃん、もう死んじゃったんだから。出発するのか。あー、行っちゃう、行っちゃう、これ。おー、待ってくれ。いやー、ちょっとこれ悲しいな、これ。うーわ、みんな、シュン。うわー、行っちゃうのか。あなた幸せだったわ、ありがとう。パパ、僕頑張って剣の稽古をして、ママを守るよ。うわぁ、行っちまったぁ。マジか。はい。そっとしておいてやれ。シャドウ、優しいなぁ、おい。シャドウ。わぁ、話しかけても、あぁ、ダメか。はい、シャドウなかなかいいやつですね、こいつね。
もう行くしかないのかな、これ。ああ、勝手に進みましたけど、大丈夫？大丈夫っすね、オッケー。まあ、受け入れられない。すぐには受け入れられないかもしれませんけども、受け入れるしかないのですよ、人の死はね。セレイドホッパー、オッケー。さてどうすんだったっけ。ちょっと待って、本来の目的がナルシェに向かうんだよね。これで合ってんのかい。どうなんでしょうね、これで合ってんのかよ。 OK。 いやでも手裏剣買っといてよかったな。手裏剣がやっぱあれだよね、活躍しましたね。うん、よいしょ。これは何でございましょう。バレンの滝、これがバレンの滝か。これより南は獣ヶ原、凶悪な獣がいる危険な場所ですぞ。だが後戻りしても帝国軍が待ち受けてるぜ。ふむ、獣ヶ原を抜けることができれば東の海岸沿いにモブリズという村があるはずでござるが。結構詳しいな。俺の役目は終わった。嘘、抜けちゃうの。シャドウ、お前には世話になったな。また一緒に冒険しようぜ。入っちゃったね。はい、飛び込むしかないでしょこれ。まあ江戸川はね、シャドウの存在をしてて、あいつには関わるなみたいな言ってたけど、まあマッシュはこのフランクさが逆にいいんでしょうね。演歌すんのかよ。いやーちょっとこれ大変だなこれ。あ、連戦、連戦ですかい。そうですかい。いやー、ほんと、脳筋パーティー。これはなかなか厳しいっすよ。大丈夫か？ロックも一人で行動中だから、アイテム買っといた方がいいっすよね。とはいえ、街っていう街もなかなかないからさ、今この、マッシュパーティーは。だから、いまいちね、買い物できない。やっぱさっき、一番最初のあの、なんだったっけ、あの、道具屋さん、チョコボーイのってのは道具屋さんで、買い込んどおけばよかったのかな。てか、何連戦、これ待ってんだ。何連戦させんのよ、これ。結構きついっすよ。まだかよ。おっと、なんかボス的な感じで1万ボルト。大丈夫。ブリザード、魔法使えんのお前。いいね、魔法使えんの。エルニーニョ、倒しきれません。音楽変わって、うそー、負けイベじゃない。マジか。ちょっと待って、エルニーニョめちゃくちゃ強かったっすよ。うーわ、初の全滅。マジか。あーでもこれマジか。セーブしておいてよかったわこれ。ほんとこれセーブしてなかったら大変なことになってましたよこれ。危ない。やっぱあれだね、ファイナルファンタジーはさ、あのちゃんとセーブしないとダメっすね。あのドラクエなんかはほんと教会に戻されるからまだいいんだけど、 FF はほんとセーブまめにしないとダメだなこれ。特に生配信は。あーでも強かったなー。
でもあのエルニーニョ、あれ一撃200いくらとか聞いてませんでした？あれやばいっすよ。だから常に HP をですね、満タン近くまで保ってないと一撃だわ。マジか。ちょっと待って、ここでシャドウの装備剥がしとくっていう手もあったけど、まあいいか。行くしかねえな。ちょっともう一回行きます。もう一回。よいしょー。さあ、結構何連戦するんだっけ？ 5 連戦ぐらいするんだったっけか。そう、この、こいつらのね、攻撃自体はさ、大したことないから、まあ、鷹をくくってたっていうのは、まあ、正直なところっていうか、まあ、大したことないだろう、的な感じだったんだけど、思いのほか、強烈でしたね、エルニーニョ。くそー。だからまずはやつが出てきたらハイポーションで全開まで持っていく。よし、なかなかの強敵ですよあいつ。まずはそこまで行こう。よし、そろそろかな。来た来たな。やばいやばい、ちょっと回復回復。噛みつき、これもなかなかやばいやばいやばい。よし、300あれば大丈夫だと思うけどな。250とかそんぐらいじゃなかった？1万ボルト、この後に来るんだろ、エルニーニョが。分かってんだよ、お前の手の内は。来ないだと？うわぁ、手裏剣投げてぇな。よし、倒した。エルニーニョ来ず。なんだよ、お前、もう。まあいいや。いいや、先に進めたから。まあいいでしょう。ちょっと事故ありましたけども。さあ、そして普通だったら死にますよね、滝に飛び込むとか。なんか水ってあれなんでしょう、すごい衝撃らしいっすよね。あの、なんて言うんだろう、飛び込んだりとかしてもコンクリートと同じぐらいの衝撃があるって聞きますけど。来たー、来た来た来た。この音楽もいいな。来ましたね。獣のような格好をしているが、その瞳の奥には優しい光をたたえた少年。はい、ガウガウでいきます。気がつきましたかな。君は？うわー、逃げた。いなくなりました。何だったんだっていうね。よっしゃー、セーブして終わりますか、この辺でね。ちょっとキリいいとこですし、まあもう1時近いですし、まあ2時間ぐらいプレイしたんでいいんじゃないですかね。この辺りで、じゃあ今回は一回区切りたいなと思います。はい、今日はね、ちょっとゲームに集中したくてコメントをちゃんと見なかったんだけどね。まあ挨拶程度はしましたけど、コメント読みませんでしたけども、たくさんね、コメントいただきましてありがとうございました。また僕は後で、皆さんのこのコメント、チャット欄のコメントを見直して、また自分のモチベーションにしたいなと思っております。はい。で、このファイナルファンタジー6に関してはですね、
まあ僕本当に好きな作品で集中もしたいので、まあこのスタイルでいきます。あんまりこうコメント欄を見ないで、終わってから皆さんのね、コメントをこう見直して自分のモチベーションにしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よっしゃ、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。